ですね、ジャズラングエッジ、このジャズレガートにはですね、実は、ラングエッジがあるように、こういろんな種類のレガートをしましょうと。今冒頭で見せたようなこのレガートの種類にはですね、大きく分けて3つありまして、このジャズレガートの種類をですね、こうやり方ですね、これを言葉ラングエッジでこう掴み取る、このポイントをやってみましょうと。まあ、英語あまりこう、英語にあまり馴染みがない方はですね、まあ、掴みづらいかもしれないんですけども、このライドをこうヒットするのをスパングと言います。で、もう一つは、この羽の部分、スイングの部分をラングと言います。スパングラング。つまり普通の、レガート。これをスパングラングという感じにします。で、これ一発これをスパングと、言いまして、スパングラング。で、ここには種類がありまして、これは4 and 4で2つで、取っているんですが、これを3つで取る。つまりスパングラング。っていうのと、次は、インバーレ、つまりスパングラングラン。っといった、この種類がありますよと。で、これを、まあ、4 and 4で決まった形で取るんですが、使い分けてみましょうというのが今回の動画でございます。
う感じでですね、いかがだったでしょう。こう、4 and 4なんですが、これをこう3つで取るっていうこと。これが非常に、難しくて、最初の方、あれちょっとおかしいっていう風になってしまうかもしれないんですけども、この、ラングエージ非常に使えるとですね、こうテクニック、こうすごく多彩な色を、出せると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。まあ、今は、こう、わかりやすく、なるべく、span ラングはこんな感じとか、span ラングはこんな感じっていう風に、こう、ある程度一定時間を設けてやったんですけども、まあ、あまりこう、多用するっていう感じではなくて、こう、ここぞっていう感じ、こう、他の楽器の絡みとも、こう、聞きながら、こう、ここは3で行こうかな、2で行こうかなとか、もしくは支部で行こうかなっていう感じでこう使い分けることができるので、ぜひ皆さんもですね、やってみてください。それではまた次回お会いしましょう。